はい、では、設計演習の、資料として、腰掛ける椅子、階段、壁というものについて、説明をしたいと思います。まあ、設計演習で皆さんが学生さんが佇む場所、時間をゆっくり使える場所を、設計しようとしているので、やっぱり腰掛ける場所、そういうしつらえっていうのはよく考えた方がいいですよね。で、これはグリーンエーカーパーク、設計したのは、正雄木下って書いてありますけど、佐々木事務所の、デザイナーだった人です。これメッシュ の、 椅子、それからまあこじんまりしたテーブルというのが置いてあって、すごく気持ちよさそうですね。こう雨が降った時にどうなるのかとか、ここで飲み物食べ物どのぐらいのこうボリュームというか大きさのものを使うのかとか、おそらくそういうことを考えて椅子のデザインとか、テーブルのどういうものを使うかっていうことを考えてあるんだと思います。うちの大学の、このベンチね、これは実は吉田研究室でデザインをしました。だいぶ前ですけど、君たちの評価はいかがでしょうかね。普通の、まあ、ベンチがあって、その向こうに芝生に寝転がったり座ったりしてる人がいますけど、こういうものも実際に設計しようと思うと、背もたれの角度とかね、どのぐらいの幅のベンチだったら何人座れるのかとか、そういうことを経験的に分かってる方がいいです。ここは3人ですね、ここは子供を入れて4人、どのぐらいのサイズだとどんな使い方ということを、いろいろ経験的に、勉強しておいた方がいいと思います。まあ、石でできたベンチ、木材の結構太めのものをゴンと敷いてあるような類のベンチ、ただのベンチにもね、結構いろんな種類と、デザインがあって、面白いですね。これは昔皇居周辺道路のデザインをやってた時に作ったやつで、うちの大学の B 棟の入り口のところをですね、こういう風景を結構よく見るし、まあ君たちもひょっとしたらこんなところに腰掛けたことがあるかもしれない。なぜここなのか、例えばこっちじゃなくてこっちなのはなぜ、実はここ斜面なので、まあ、ここは平らですね。だからこう下がってくるとこの高さがね結構高くなるんだよ。こっちに来ると座るので偉くよいしょっと盛り上げなきゃいけない感じになるし、座ったら座ったら足がブラブラするという感じなので、どうもこのぐらいの高さが、こう腰掛けやすい。それから、まあ、ある程度日陰になるっていうところもいいかもしれないし、壁が近いっていうのもいいところです。こちらに来ると通路沿いになって四方八方から眺められる感じになるんだけども、壁に近いとこう後ろ盾がある感じで、ちょっと守られた雰囲気が出てきたりするので、そういうところの方が座りやすいですよね。そういうことをいろいろと感じながら利用してもらえるといいと思います。ニューヨークの公園なんだけど、高さの違う壁が組み合わされていて、それぞれにいろんな使い方をしてますね。これは池袋の、地下鉄の、出入り口のところです。自転車が並んでいるところが地上レベルで、そこから、階段をずっと降りて、ここからまたずっと降りて、この吹き抜けの下の方が、地下鉄の、乗り場になるんだけども、このフロアと、このフロアはずっと回って階段を、全部で6段ぐらい降りるので、こことここの高さの差が1メーターぐらいは多分あるはずです。で、何もないと人が落ちてしまいますから、まあ、何らかの壁を作らないといけない。で、ちょっと立ち上げて、植栽面があって、まあ、向こう側にもおそらく壁があって、こう間に植樹帯が設けてあるね。で、高さの差を処理するのに、そこで植栽を間に入れるっていうのは非常にポピュラーなやり方です。その幅がゼロになると結局落ちたら死ぬので、高さが1メーターぐらいある柵を作らざるを得なくなるんだけども、ある程度幅があるので、まあ、人がちょうど腰掛けてますけど、おそらく40センチかそこいらの、高さの、壁があって、そこから先、まあ、よほどのことがない限り向こう側に転げ落ちたりはしない。
で、その壁はちょうど人が座れるぐらいの高さなので、こういう使い方も、おそらくされるだろうということまで考えて、多分やってるんだと思います。私がデザインしたわけじゃないので、おそらくそうかなと思ってるだけですけど、まあ多分そうだ、非常によく見受けられます。君たちも、今回の設計演習で、の、 あの廊下の部分の高さ、吹き抜けの部分のね、1階の廊下とそれから、公園の部分っていうのは、高さの差が2メーターぐらいあって、その、高さの差を何らかの形で処理をしなきゃいけませんから、こういうデザインをするあのチャンスは結構いっぱいあると思います。噴水はだいたいぼーっと見てても見飽きることがないので、待ち合わせの場所とかに非常によく使われる要素なんですけど、噴水を眺められるように、階段を作って、まあ、そこに思い思いに、たくさん人が座っていますね。くつろいでますね。これピーター・ウォーカーが設計したタナーファウンテンって結構有名なやつです。これ霧みたいな水がね出てくる。周りの石に人が座、それからただの樹木っていうのも結構気持ちよさそうですね。そういう具合に座る場所っていうと、まあ、最初に思いつくのは椅子だと思うんですけど、土木あるいは造園の分野で椅子に座るのはまあもちろんとして、実際には椅子以外のものに座ってるっていうことが、かなり多いです。だからね、座れ装置として椅子を作るっていうよりも、その他のものを椅子を兼ねて何か作るっていうことが、すごく多いので、町の人たちがどこに座って、こう楽しんでいるかっていうことは、観察してるとなかなか面白いと思います。